武藤。どうしたかで。ここに泊まるわ。請求書はパパに行くんだから私にも権利あるでしょ。おい。松野と今まで通り話ができるだろうとその時は思っていた。しかし松野と僕はそれ以来一度も口を聞かないまま卒業した。そして理香子は地元高知大学へ、松野は京都、僕は東京の大学へと別れた。電気の無駄にしか思えなかったけれど、もし理香子と二人だったらきっと綺麗に見えるに違いなかった。僕は高校の頃に理香子といろんな無駄話をしたかったんだ。理香子とこんな風にして城を見上げたかった。誰かっていうと、その人はね、お風呂で寝る人の一人なんだよ。